私は今日は常総市大楽寺にお邪魔しています。住職の長谷川良足さんにお話を伺います。長谷川さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。実は私、先ほど長谷川さんに幼稚園でお会いしたんですが、その時にはミニちゃん、はい、その前にはちょうど今鯉のぼりの季節ですよねなので人魚の格好でお会いしました、はい、失礼しましたというわけで大変楽しい住職なので今日は楽しいお話たくさん伺えると、はいはい、とても期待しているので、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、たくさんお話させてもらいます。お願いいたします。まずはこちらとっても広いお寺なんですけれども、はいはいね、はい、本当に季節のお花が咲き誇って美しいんですが、はい、このお寺、はい、歴史も古いということなんですが、そうですね、今年でも860年の歴史がございまして、860年、はい、浄土宗の歴史よりも少し多いわけなんですけれども、もともとは真言宗のお寺だったそうでございます。はい、13世紀に今の浄土宗の宗祖さんから数えて3番目の領中上人という方がここにいらっしゃった時に、どうやら浄土宗に改宗するきっかけになったそうでございますけれども当然私はその当時の様子は分かりませんので、そういう文献が残っておりますので、そういう話でございます。そうでしたか。はい、住職はこちらにお生まれになったんですか。いえ、私は実は関西は京都の出身でございまして、ご縁がありましてこちらのお寺にやってまいりました。もともとはもう最初からこの道に入ろうと。実はお寺に生まれた身ではありませんで、在家といいまして、一般の家庭で育ちまして、ご縁がありまして仏教を学ぶ機会がありまして、そちらの方で、その学ぶ方だけではなくて、僧侶としてやっていけたらなという考えが出てきましたので、今こういうふうにありがたく自分がやりたいなと思ったことができておるところでございます。そうなんですか。はい、なんか仏教と言いますと、最近割と日本人だけれども、はい、なかなかこう仏教的な行事とかに皆さん疎遠になっていると思うんですけれども、そうですね、どうしてもお葬式というイメージが強いみたいなんですけれども、はい、そうですね、例えば結婚式なんかも仏式の仏前結婚というのがございまして、はい、私も仏様の前で結婚式を挙げさせてもらった身なんですけれども、はい、仏様の前に仏式の大きな特徴というのは、新郎新婦の先祖さんの位牌をあげるんですね。何家先祖代々というとご法事かなと思うんですけれども、ね、それは大きな意味がありまして、先祖さんの前で、つないできてくださった命がまたここで新しいご縁によってつながりましたよという報告をするという、そういう意味がございます。それが仏式の結婚式の大きな特徴であり意味であります。じゃあ主賓の皆様がお位牌ということですね。主賓、そうですね、お客様に、ご先祖様も列席なさっているということですね。そういうことです。はい、でもそもそもそのお二人がお生まれになったのもご先祖様あって、もちろんそうですね。はい、なかなか今の世の中だと何か自分が一人でこうやってきたんだとか自分が生きているんだというような感覚にとらわれがちなんですけれども、実は命というのがつながってきたおかげで今の自分があるということと、いろんな方に支えられて自分がいるということを、これは忘れてはいけないなと思って、日々過ごしているところです。なんか新しい考えですね。そうですか。温故知新ではないんですが、そうですね、大変新しい考えのような気がします。はい、でもそもそもご先祖からつながった命、そしていろいろな人生のシーンで、やはり仏様と関わることって多いですよね。そうですね、安産祈願であったりとか、生まれる前から、そうなんですね、七五三も、仏式でお勤めをしているお寺さんもあります。お家を建てるときは地震式や、上等式ですね、そういったことがすべてこの仏式ということでできるようになってますので、いつの日からか、日本という国は柔軟な考えを持ったこの種族だと思ってますので、いろんな形があるんですけれども、実はこの先人たちは昔から仏式でしたら仏式で、そういう生まれてから亡くなるまでという一切の行事を、やってきたということが今も形では残っていますけど、あまり知られてないようですね。そうですね、なんか忘れがちなんですけれども、改めてやはり、そうだなと再確認させられました。はい、
そして先ほどなんですけれども、はい、その命を育んで小さな子どもたちを育む幼稚園、はい、幼稚園でもう一生懸命働いていらっしゃったんですけれども、はい、ちょっと幼稚園のお話も伺いたいんですが、はい、奥様が今あのこちらの併設されている幼稚園の園長さんをなさっていて、はいはい、ご自身も他の幼稚園の園長も、そうです、はい、隣町にあの一つ岩井幼稚園というところがありまして、はい、そこも幼稚園と保育所が合わさった施設で、そこの、はい、今施設長をやらせてもらっています。認定子ども園ということなんですが、そうです、はい、保育園なので0歳児から、はい、そうです、就学前の子どもまで、はいはい、かなり幅広い年齢のお子さん預かると思うんですけれども、はいはい、それでは例えば幼稚園とかではどんなことを教えに一番のこう目標というか立てて、はい、そうですね、そうですね、まあ一番はやっぱり元気に遊ぶっていうことですかね。あ、もちろん、体が、そうですね、今はあのいろんな、まあ、豊かな世の中に なっていろんなねことがあるんですけれども、うん、子どもたちにはまあこれは本当に単純なんですけど、風邪をひかない丈夫な体、うん、これを作るために外でたくさん遊ぶということを基本にしてますけれども、うん、はい、まあ、宗教的と言われるようなこととしたら、はい、食事の前に手を合わせるということ、いただきますをすることですね。あとは仏教の祖である、まあ、お釈迦様の、まあ、お歌を歌って、帰る時もお釈迦様の歌を歌って帰ると、まあ、その程度ですけれども、まあ、それがいずれ、記憶に残ってないとしても大きくなった時に心の中に残ってくれればいいなというふうには考えています。でもそうですね、小さい頃の記憶って大人になってからも蘇りますよね、はい、そうですね、なんか人によってなんですけれども、何かあのここも幼稚園がもう65年やってるもんですから、うん、まあ、ご法事なんかで本堂に上がった方が昔は本堂でお昼寝をしてたそうなんですねそうでしたか。なのであの私の親ぐらいの世代の方が来たらここで俺は寝てたんだよなんていう方がいらっしゃいますので、やっぱりそういう記憶っていうのは、あの残ってるんだなって、全てではないんですけれども、何かお寺の幼稚園保育園っていうことで少しこう安心する材料になれればとか、あるいはいろんな方と関わる中で自分はそういうところを出てきたんだっていうふうにすると、周りの方のこう見る目が変わったりとか、何かあのこの人はいいなっていう感じ取るところはそこから来てるのかななんていうことにつながれば、まあいいのかなというふうに思って。実は私こちらにお邪魔する前に、あのご住職のブログを拝見したんです。あ、はい、ありがとうございます。で幼稚園のいろいろな行事書いてあったんですけれども、はい、とても心温まるような行事がたくさんあったんですが、あの幼稚園で一番大事にしている行事って何でしょうか。一番大事にしている行事花祭りももちろんですが、そうですね、まあなんか答えにならないかもしれないんですけど、普段の保育、はい、まあ、いわゆる、まあどっちかというと私はひねくれてるのかもしれませんけれどもいつもの保育ですね、あの行事っていうのは節目で、あのこれはあの勤めてくれてる先生たちのこと、まあ、あるいは幼稚園教諭保育士、まあ、保育という点からする行事とはまた違うかもしれませんけれども、普段の積み重ね、それを普段通りの保育ですね、それを大事にしていますので、それがまあ、 あの行事というちょっとね特別なものにつながっていくのかなというのを私は、まあ、毎日が、まあ、答えとするなら、まあ、毎日が普段というまあ行事を大事にしているつもりです。すいません、答えになんなかいえいえそんなことないです先ほどあの、はい、季節感があるなと思ってちょっと幼稚園を拝見していたんですが、皆さんでジャガイモの苗植えてましたね。そうですね、はい、そうですね、なんかそういう植物の成長、はい、そして収穫から季節感を味わったり、はい、あとは育てる楽しみとか、本当に日常の小さい日常の積み重ねですよね。それをやっぱり子どもたちに大事にしてもらえれば私も嬉しいなと思いました、はい、嬉しいです、いやそんなとても温かくて日常を大切にするご住職なんですけれども、はい、これからご住職として、はい、そしてまあ園長として、はい、そして人間として、はい、どんな感じでこう周りの方と関わっていきたいですか。はいはい、私は、まあ、あの出身がお寺の多い、ね、はい、京都というところに生まれて、まあ、学生時代までは過ごしたわけなんですけれども、皆さんも京都というとお寺のイメージが強いと思うんですね。そうですね。で私もあの
バイクに乗ってお参りに行くお坊さんを見て、実はさっきはちょっとかっこいいこと言いましたけれども、バイクに乗ってお参りに行くお坊さんの姿を見て、あれいいなって思ったんですね。で今自分がバイクに乗ってお参りに行っています。かっこいいですね。そのまあこの日常の中に当たり前のように、まあ僧侶、まあ、お寺というものがあって、お寺というのはまあ今たくさんの、ここには今800基ぐらいのお墓が建ってるんですけれども、そういう方たちが先祖さんを大切にする場所としてこのお寺があるということ、あるいはまあこれからご縁があるかもしれない方、あるいはその仏教に関わらずいろんな信仰というものがありますから、いろんな方がいらっしゃるこの地域の中で、お寺という場所がそんなに特別ではなくて、同じ人間ですから、まあ、一つその仏教という道を志している人間であって、そのお寺を守らせてもらっている立場というのがありますけれども、それ以外は一人の守っている一人の人間として付き合ってもらいたいと思うし、そういう人がこの地域にいるんだなというふうに広く知ってもらいたいと思っています。このお寺の本堂を使って、ジャズコンサートをやったことなんかもあるんですね。それはそういうふうに使ってもらえれば、これはなかなかあの仏様の前でいい音楽を演奏するというのも荘厳な雰囲気がありまして、来てくださった方も喜んでくださったということを今もよく覚えてますけれども、お寺ということがこんなお葬式や法事ということだけではなくて、いろんな形で、人の出入りがあるような、境内も広いですから、子どもたちの遊ぶ場所としてもね、どんどん来てもらいたいなというふうに、そういうふうに思っています。なんかご先祖様ももしかしたらお念仏だけではなくて、はい、癒しが来ている時もあるかもしれないですよね。そうですね。私も暑い時にたまに仏様にコーラとかあげます、はい、たまに飲みたいでしょって、はい、そんなことがあるんですが、はい、もしかしたらいろんなことをしてお子さんとかいろいろな世代の方にもっと開放的に、そうですね、遊びに来てほしいのかもしれませんね。そうですね、そうでしたか。それでは最後に、檀家の皆様とか、あとは園児のお母様、お父様、そして地域の皆さんに一言お願いいたします。お寺と幼稚園、保育園、一見こう違う業種と申しましょうか、多種多様なように見えますけれども、実はその運営に携わらせてもらっている人間は同じということは、どこに行っても考えは同じだと思っています。お寺という場所がいろんな方が集まる場所、自然を楽しむ場所、散歩コースとしてもいいのかなと思いますけれども、お寺ということが地域にあるということ、それを安心、あるいはそれを誇りにしてもらえるようなお寺にしていきたいと思っていますので、普段は私こういう格好じゃない時の方が多いんですけれども、まあ、気軽に声をかけてもらえばなというふうに考えています。ありがとうございます。なんか皆さんと視線を合わせて、そしてお寺を開放的にということで、とても楽しいお話が聞けました。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。